乳食開始のサインが見られたら、10倍がゆから始めていきましょう。初めての食材を与える時には、万が一アレルギーが出ても対応できるように、病院が空いている時間に小さじ1杯から始めましょう。赤ちゃんが離乳食を嫌がる時には、無理に食べさせなくても大丈夫。食事は楽しいと思えるように進めるのがポイントです。離乳食期では赤ちゃんの月齢により食べられるものと食べられないものがあります。特に蜂蜜やコーンシロップなどは命に関わることもあるので、初めてあげる食材は赤ちゃんが食べられるものかどうかをきちんと調べてから与えましょう。